今回のテーマは、防具の上からダメージを与えることは可能なのかです。漫画剣士では神刀剣として紹介されていました。実験方法、協力者に剣士と同じように防具を装着してもらいます。胴プロテクターの中にキックミットも入れます。ただし剣士では壁を背に当てた状態でしたが、その状態では衝撃の逃げ場がなく危険なため、壁はなしで行います。まずはパンチを思いっきり打ちます。ほとんどダメージが通りません。そこで二度打ちと呼ばれる技術を使います。二度打ちとは、まず1回目の接触で協力者の体と防具の間の隙間をなくします。そうすることで打撃の衝撃が通りやすくなります。次に接触したまま手を引かず、寸慶のような形で照打を放ちます。コツは、最初の接触で尺骨を突き立て、次に上骨を突き立てるようにすることです。右手を押さえる。次に剣士押さえ剣士、相手の右手を封じながら行います。力の逃げ場がなくなり、よりダメージを与えることができました。安全面を考慮した実験でしたが、もし壁際で行い、防具の下にキックミットを入れずに同様の技術を行えば、少なくとも実験時よりも大きなダメージを与えられることは確かです。防具の欠点、防具をつけることでボール力が高まる反面、視覚や触覚などの感覚が鈍ります。そのため体自体は打撃に対する耐久力が低下します。防具付きと防具なしの視野を比較してみましょう。防具なしは体全体の動きを見ることができます。しかし防具をつけると視野が狭くなり、わずかに反応を遅らせる要因になります。気配を消す。次の2つの違いを比較します。一般的には最初の動きの方が強そうに見えるでしょう。しかし実際に人体にダメージを与える動きは2回目の動きです。相手にとって不意打ちのようなタイミングで当たるからです。先入観、防具の上からダメージを与えるにはとてつもない威力の打撃を打たなければならないという先入観を多くの人が持っていると思います。しかし川島の考え方は、環境利用、防具の特性、予備動作を消すという要素を踏まえた技術を駆使することで、防具の上からダメージを与えることが可能になるという考えです。そして前回の動画で解説した沈脚の新解釈の理論に基づく技を行うことで、触れているだけに見えても大きな力を相手に伝えることができます。鎧の上から、最後に鎧の上からダメージを与える技術も紹介します。合戦を想定し、お互いに鎧、兜、コテをつけていると想定します。その想定での刀のつばぜり合いの最中、刀を持った手で相手の体と鎧の隙間をなくし、その手にコテをあてがい、スンキーのように衝撃を加えます。このような技術は理論上は鎧の高度は関係なく衝撃を伝えることができます。この技術だけでは相手を倒せるような大きなダメージを与えられないでしょうが、隙を作ることにはつながります。この動画で紹介した技術は、川島が剣士を読んで考察再現をしたものです。それを踏まえた上で一つの考え方として参考にしていただけると幸いです。川島優の心技体チャンネルは、心、技術、
身体について川島優独自の視点で解説するチャンネルです。この動画が参考になりましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。